はい。みなさん、こんにちは。村長です。おかげさまで、ブリューの解説動画がとっても大ヒットしています。たくさんのご視聴ありがとうございます。今日は、ブリューのちょっとしたチップスをお話しします。今日のカテゴリーは、図形。今も太鼓の絵が画面に出ていますが、こんなちょっとしたことを深掘りしてみたいと思います。この図形を クリックしますと、このように3つのアイコンが何かしらあります。一番上から拡大、順番、そして置き換えるというような3つのアイコンです。でも同じ写真であっても、こちらの方を見ると、アイコンが5つになっています。何が違うんでしょうかこの上側は効果がついていて、 これが自動的に動いたりします。ブリューが動きをつけてくれたクリップなんですね。ですから、これを再生しますと、このようになります。でも、下の方のクリップは、動きがありません。ここで3つのアイコンと、 そして5つのアイコン。これが変わるわけです。こちらのように動きがついたけれども、本当は動きをつけて欲しくないというような時にどうしたらいいのか。YouTube にもご質問があったりしました。これはですね、これをクリックして、この上の拡大という風になっているところをすると、こんなダイアログが出てきます。 ここで動きを止めるのにはこの右上の初期化というボタンを押してくださいこうするとアイコンが先ほどと同じようにたくさんになりましたこんな風になっていますこれの位置を変えたりするということはこのようにすると自由な位置に持っていけますもちろん今左の端にあるような黒いバックが出てしまっては おかしいですもちろん意図的にするときは大丈夫ですが例えばこの大きな顔のマークこれをするとですね全体が埋まるようなサイズでこのようにやってくれますそして若干はこうやって場所を移動することができますこの中で伸ばして埋めるというようなこともできるわけですでもこれはかっこよくないですよね もちろんこれも意図的にやるというのならいいですけれども、まあ通常はですね、このカットして埋める。これをやって若干このように場所を移動するというのがいいと思いますが、何せこれで拡大とか、下から上へ上がるとか、そういうことがなくなりました。そしてこちらの動かなかった動画ですね。 これに動きをつけたいときにカチンと押しまして、そしてこの3つの丸、効果を選択しまして、拡大であったりとか、下から上へ動くとか、こういうことがいろいろできるわけです。そんな中でカスタム効果というのがあります。これは以前にも解説はしましたけれども、始まりというのがここにあります。 全体的に案外見えていますしもう少しこれをこのようにするともっと全体が見えるようになりますそうしましてこの真ん中のところに点々点の方がありますこれをクリックすると今度は左の隅に終わりと書いてあります最後はどこで終わるかということですので例えば真ん中の子供をですね このようにして、そしてかなり大きくこうアップにするときはこのように持っていけばいいことになります。ここで適用を押します。はい、このような効果が作れたわけです。皆さんもこのカスタム効果、これをですね上手に使って動きのある静止画を。 うまく活用すればいいのではないでしょうかそして今やったこの映像は他のところにまで影響させることができますこのようにすると2つのクリップでこれが動くようになりますちょっとやってみましょうはいあれなぜだろう 歯磨きが上に来ていますよね。こういうこともあるわけです。ここでは歯磨きとダブっていたからです。この歯磨きの方をこのようにして削除します。するとここに動画が出てきたわけです。このようにして2つある場合は順番というのもあります。ここに重ね順がありますので、2つ以上の時は この重ねる順番というのも重要になってくるということを覚えておいてくださいそれとですね今日3つ目のチップスはですねファンクションキーの4番と5番を上手に使い分けましょうということですクリップの選択には2つありまして上の方の部分ここを押している選択とここにチェックを入れる選択があります 再生をする場合ファンクションキーの5番を押すとここではチェックが入っている時にはファンクションキーの5番を押してもそのクリップだけが再生されますこのチェックのないように上側の先頭でもいいし真ん中でもどこでもいいですこのようにしておきましてファンクションキーの 4番を押すと、このクリップだけで,終了しますでも同じここを押してあったとしてもファンクションキーの5番を押すとこのようにファンクションキーの5番というのは連続再生ができるようになっているわけです。この ファンクションキーの4番5番はとっても使い勝手がいいですので必ずショートカットキーを覚えてください当チャンネルではブルーについてワンポイントで皆さんが「あそんなこともあったのか」とか思うようなチップスをどん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 ご紹介していきます特に新機能がついた時なんかにはそんなことを ご報告していきたいと思いますのでぜひともチャンネル登録をしていただいてブリューのことに関することは僕のチャンネルで情報を集めてもらうようにしていただくといいかと思います今日は大きく3つのチップスをご紹介しました村長スタジオでした